あんちゃん、おはようっすって感じですけどね。朝、冷たい雨で、みんな散歩行かなかったので、はい、サクッとトイレだけ済まして、朝からあんちゃんをたっぷりやるね。ほら、ほら、はい、洗っております。はい、この、感冒期でね、結構な毛が抜けとりまして、あんちゃん、せわっぽいな。はい、朝散歩できなかったので、二の滝道散歩してますよ。うい、滝到着。気温が12度、11度ぐらいか。おやつタイムを済ませましてな、はい、朝大雨だったんでね、行けなかったんで、はい、まあしかしあんちゃん洗ってむちゃくちゃ綺麗。ちょっとこの辺ブラッシング足らんな、肩らへん、この辺ね、ちょっとブラッシング足らんな。ちょ見せて、ほら毛が、茶色の毛が残ってる。結局今日竹道来てるのはスタンプラリーの人みたいな感じなので、あの天気悪かったから全然人いないですね、はい、山の中の方、美濃の街中ももう全然車少なかったですね。なんで今日多いんかな思ったらイベントやってたんですね。おはよう、おはようっす、あんちゃん、あのちゃん、アデ姉ちゃんとお散歩の勉強です。もうすぐこういうこんなするやろ、もうすぐ飛びかかるわ。ほら、だから嫌われんねお前な、嫌われんね。よいしょよいしょ、お散歩ってこうするんやでっていうのをね、見せてもらおうと思ってますけども、アデちゃんに飛びかかりたくて飛びかかりたくて、全くお散歩になっていない、はい、このもう呼んでも呼んでも動かない、このね、もう呼んでんのにまだひっくり返ってますからね。でおじさまに至っては行くよって言ったらここに寝に来たというね。おーい、おじちゃん、ほんまこいつ最悪。ほら、ほら、見て、噛み散らかしてんねこれ。電源は入ったな。上下の動きがもうダメでしたね、壊れてましたね。左右はいけたけどっていう感じです、はい、最近なんかビデオ撮らなくなっちゃいましたね。もうね、まあまあ記録として、残していかなきゃいけないなとは思いつつも、どんな顔してんの、え、どんな顔してるかよ見せろ、今日どんな顔してるか見せろ、これこれ相変わらず神々やな、ん、まあ甘神になってるからいいよ、はい、この中で一人だけトイレが済んでいない人います。誰でしょうか。はい、この人です。アデ姉ちゃん。大も小もしてません。で、よし、教えてます。食べようとしたら下げる。な感じです。待てる。待てる。まあ。待てる。まあ。ゆっくり置いた。まだ。まだ。待てる。よし、で食べさせてます、はい、今日もですねアデ姉ちゃんとお散歩勉強ですね、まあ、しばらく歩くと折り込みになりますね。いい顔してる、いい顔してる、その後ちょっとお母さんと遊んでもらって、はい、朝のプレイタイムは終わりですかね。はい、ぐーたらの皆さん、おトイレ行きますよ。ぐーたらの皆さん、おトイレに行きますよ。おぎでください。おぎでください。おぎでください。はい、行こう。はい、おぎだ。なあ、ごきなさい。行くよ。ここにもぐーたらおじさんが。はい、おぎでください。おなあちゃんね、後輩、行きなさい。はい、入って。
滝だけ来る桜通りですけどね、徐々にですけどね、咲いてきてますね、桜通り。ねえ、あんちゃん。もう綺麗に咲いてるよ。一気に春だよ。すごい春。さっきね、札幌から観光に来ていた、視聴者さんが偶然お会いしましたね。ね、わざわざね、札幌からこっちまで来られて、それで偶然でもお会いできたのはとっても良かったです。遠方の方はね、本当良かったです。